聖書朗読、新約聖書、ヨハネの福音書、第14章、1節から3節あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。のの上のところに戸塚先生が、 毎回書いていててくださりますねちょっと手法を移していただきますと母の日はウェストバージニア州に住むアンナ・ジャービス1900んで5年ここから始まっているわけですつまりいろいろ父の日もありますしでもごめんなさい父の日はここのところ教会ではお祝いをしていませんあの そんなに重要ではないなんてことは申しませんけれども、やっぱり母の日は何と言ってもキリスト教に起源がありますので、きちっとしたいと思います。私、以前に申し上げたと思うんですが、あの、母が亡くなった時に姉と一緒に母の荷物を全部片付けました。それで、まあ、そんなになかったわけですけれども、一番多かったのは奈良に住む妹から来た手紙。おそらく、 何かお菓子とくっつけて手紙を送ったと思うんですけれども母は手紙だけは全部妹は妹の分取ってありましたで姉からの分も取ってありましたところが私からの分は1枚もなかったんですよねでよく考えてみたら私は1枚も手紙を書いていませんでしたでこれはね良くないなと思いましたね手紙っていうのはお母さん取っておくんだ そして、いろんなことにつけ、物よりも言葉を残すっていうのは、あの、人間関係の中でものすごく大きな影響を及ぼすなと。まあ、私は母の日ですけど、逆もあっていいかなと思います。お母さんから息子に。 で、高津教会のお母さんたちにちょっと申し上げときますけれども、息子から手紙が来るとは思わない方がいいかもしれません。これ、ね、なかなか難しいんです。私も37年牧師をやってて、毎回、あの、母の日に何かやりましょうって言いながら、一度もし、一度もしませんでした。で、いつも礼拝終わると稽古に何か送ったっていうか、ちゃんと送っといたと言ってますから、あ、じゃあそれでよしにしようというふうに、あの、納得してしまいましたけれども、 でも感謝の思いっていうのはたゆまなくあるんですよね。それたゆまなくあるんです。それどうしてもこれ乗り切って何か言葉を書くっていうところに至らない。まあ今一番簡単なもので言えばあの携帯電話のショートメールなのかもしれません。そういう形で結構です。でも本当に今生きている自分の証としてお母さんに感謝をする。 それが自分が今生きていることの証なんだというつもりで、お母さん元気という一言だけでも送って差し上げるといいなというふうに思います。三つのポイントで短くお話しします。第一番目に、私を信じなさいというイエス・キリストの言葉です。イエスはご自分の心も激しく揺れ動き、 弟子たちとの別れの雰囲気も感じ取り、最後の晩餐の席上ですね。その独特な不安の中で力強くおっしゃいました。心を騒がすな。神を信じ、また私を信じなさい。実は私たちは、イエス・キリストをよく知っています。でも神様の世界のことも、自分の老後の世界のことも、永遠のことも、私たちは実はよくわかっていないです。 わからないことがたくさんある中で、不安におののく私たちに主はともかくやってみなさいとはおっしゃいませんでした。大丈夫、きっとどこかにたどり着くから、漫然と安心感を与えるような言葉もおっしゃいませんでした。一言、私を信じなさいとおっしゃっただけです。 その力強さに私たちは引きつけられて信仰に入ることをキリスト教信仰と言います。キリスト教には歴史があります。キリスト教が成し遂げてきた出来事があります。その出来事の中には帝国主義が入っていたり、あるいは問題点があり弱点があり。でもキリスト教信仰というものはキリスト教宗教よりももっと純粋なものです。 そして一言でキリスト教信仰とは、私を信じなさいとおっしゃるイエス・キリストに人生を委ねて、全身全霊を持ってイエス様についていくことです。ケセラセラという歌がありますね。七国の映画でアメリカの女優ドリス・デイが歌った曲です。映画も歌も英語ですけれども、ケセラセラというのは スペイン語に由来するフレーズです。で、歌はこうですね。私が小さな女の子だった時、お母さんに尋ねてみた。私が大きくなったらどうなるの私は綺麗になるのお金持ちになるの私の未来はどんな感じなのするとママはこう答えた。ケセラセラ。何事もなるようになるのよ。先のことはわからない。 せらせらななるるようになるというのが歌の全部の役です。時にお母さんとはそのように言うしかないですよね。そんなに心配にがんじがらめになっていないで、なるようになるとまあ言ってあげなければいけない。私たちもそのように言う時があると思います。でも本当はそうではありません。なるようになるではなく、善能な最善をなさる神に、 委ねなさいですね。イエス様がなるようにしてくださる。神様のご計画とイエス様の力というのは、私たちのような小さなものにも及んでいて、イエス様の最善に委ねようですね。小さな子供だって気になるんです。大きくなったらどうなるのこの大変な出来事の先はどうなっているの友人関係で心騒がせ 病気で心騒がせ。受験で心騒がせ。その時になるようになるから大丈夫ではないんですね。イエス様がおっしゃいました。心騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。このイエス様の確信が込められた言葉の土台をもう二つ申し上げて、ポイント三つとしたいと思います。一番目はですね、 イエス様には私たちが分からないことが分かるということです。ちょっと聖書を見ていただきます。14章の2節にこうありますね。私たちの父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかということは こういう事実を弟子たちは知らないっていうことですよ。イエス様は分かっている。だから私は場所を用意しに行くとあなた方に言った。でも弟子たちにはそんなことはわからないわけですね。ちょっといくつかこのまんまの状態で、えー、ヨハネの福音書の一章のですね、一章の十八節を見ていただきますが、ここにも同じようにありますね。 一章の十八節に指でたどりますね。まだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるって。私たちは神様とお会いしたこともない。神様を見たこともない。でも、父の懐、懐っていうのは一番近いところです。 肌の温度を感じることができる一番近いところにおられた一人子の神が、神の内側から外側に向かって解き明かすっていうエクセゲサトという言葉は、内側から外側に向かって説明するという意味です。それができるのはイエス・キリストのみです。続けて三章の 十三節を見てください。三章の十三節にこうありますね。誰も天に登った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。と。天国ってどういうところなのと言われて答えられる人は私は見たことないです。見たことがないです。 例の世界って一体どうなってるのって言ったら同じように私たちは聖書から断片的にその解説をすることができたとしてもやっぱりあのいません。天国ってどういうところかという本を書いているキリスト教の人たちは結構います。私読みますとですね、よく書くな言ったこともないのにっていうふうに思いますね。あの まあ聖書から断片的にわかるんですけれどもあの五島列島行ってきましたって言ったら五島列島っていうのはこういうところだよって書くことできますけど行ったこともないところちょっと書くの難しいですよねでもイエス・キリストはそういう意味も込めて神を信じなさいと言ったあとであえて神の内側から出てきた私を信じなさいとおっしゃるんですね。 8章の26節を見てください。ここにも同じような表現がありますね。8章の26節です。ちょっと端から読んでいきますね。ここです。私にはあなた方について言うべきことが言うべきこと。 くくべきことがたくさんありますしかし私を使わされた方は真実であって私はその方から聞いたことをそのまんま世に対して語っているのですそれ以外は語っていないとつまりイエス様が語ることっていうのは神様が語れとおっしゃったことを私は語っているんだで 27節彼らはイエスが父について語っておられることを理解していなかったイエス様が語っていることは実は神様についてであり神様が語れとおっしゃっていることであるということを知っていなかったということなんですね私たちが何か知らないことについて情報を得ようとしたらその情報の源をまず ソースを確かめなければいけないですよね。それと同じで、イエス様が語っておられることっていうのは、イエス様ご自身が、私のソースはこれだよ、とおっしゃる父なる神様であります。死後の世界のこと、神の国のことは、誰も言ったことがないのですから、そこから来たものだけが教えることができる。そのイエス様が不安に包まれ、 そして十字架の死と別れの雰囲気に包まれた部屋でしっかりと確信を持っておっしゃったのが私を信じなさいです。さて、もう一行見ていただきます。三番目に十四章に戻っていただいて、安様はこうおっしゃいました。このタイミングですね。十四章、私が行ってあなた方に場所を用意したら、 また来てあなた方を私のもとに迎えますです。祈祷会でお祈りしてまいりました。石塚さんの病院の方から、えっと、これ以上点滴をするのは本人が苦しむでしょう。見取りの時に入るということをご家族でお考えください。で、えっと、私は計算してみました。10日でしたね。 で、石塚さんのご遺体を最終的にお棺に納棺するときには3分の1ぐらいになっていたと思います。本当に小さなお体でありました。息子さんたちもご覧になって、本当に母親なんだろうかというぐらい面影が変わっていました。金曜日に、 渡辺さんが作ってくださった家を葬儀屋さんに届けたら、あ、こういう人だったんですね、というくらい、やっぱり最後は、ダビに付す私たちの限りある肉体というのは、魂の抜けた抜け殻なんだな、ということは、改めて実感しました。イエス様は、私たちは丁寧に葬儀をいたします。でもイエス様は、 石塚姉妹が息を引き取った段階で、私が行ってあなた方に場所を用意したから、また来てあなた方を迎えるとこうおっしゃったんですよね。だからイエス様が迎えに来られたわけです。三節の最後には、あなたがいるところに、 私がいるところにあなた方もいるようにするためですっていうことは私がいるところにあなた方を迎えるために私はあなたのところに来た永遠の命に預からせるために私たちが信じ私たちが心からしたい祈ってきたイエス様をはそうおっしゃるわけです天国ってどういうところなのか大山さんが召された時に大山さんの奥様から メールをいたた。だきました今頃大山は召された先に召されたまあ藤本の両親と再会していると大山さんはねで気が付いてみたら周囲に山田澄子さんも吉田成夫さんもいらっしゃるわけですねでまだまだみんな天国のまあ新入りですねそして初めて見る伊藤小百合さんのご主人もそこにいらっしゃるわけです で、しばらくしたら今度は石塚さんがいらっしゃった。コロナでいろいろこう変わる。ね。教会の働きもいろいろ変わるって言いますけど、葬儀だけは変わらないです。葬儀だけはコロナ以前とコロナ禍とほぼ同じペースでこう進んでいきます。一つ、あの、ご高齢の方に申し上げたいことは、できるだけ人に会うこと。そして適度に、 会話し適度に外に出ること、中にこもってますと足腰が弱くなり、転ぶ機会が増えます、そして骨折をすると、そこから先、難しくなりますので、まあ、適度に外に出てくださいねと申し上げます。葬儀は教会の祝福ですというふうに申し上げました。それはこういうことですね。イエス様はおっしゃいます。 私たちの人生に行き当たりばったりはない。私は備えに行く。あなたのために、あなたの明日のために備えに行く。だから心を騒がせることはないというのは、あの文脈から考えますと何も死の問題だけではないんです。イエス様はいつも私たちの先を言って、先に行って、私たちが行くべきところを備えていてくださる。 これはお母さんにとって大変大きな大きな励ましです。子供を新しい環境に送り出す。自分自身も引っ越して新しい環境に行く。でもイエス様は先に行って場所を備えていてくださる方です。 新しい扉が開いたということは、それは永遠の命の扉であれ、私たちの新しい環境であれ、場所が整ったから私はあなたを迎えに行く。もちろん地上障害ですから、それは花園であるとは限らない。時には十字架の道であるかもしれないです。でもそれは神の最善であるということを私たちは信じています。なぜなら、イエス様が先に行って、 その場所を備えていてくださったからです。大切なのはただ一つ、イエス様を信じるその信仰ですね。お母さんと子供たちは励まし合い、私たちはイエス様の後をついていくわけです。心を騒がせる要件というのは別に老後の話だけではない、死の話だけではない、私たちの日常にあって、いつもそのような状況が来たときに、 やスさまおっしゃる。私が備えに行く。だから神を信じ、そして私を信じなさいです。で、私たちは、その、そこに向かって今、途上にあるわけですよね。で、教会で礼拝を守るわけですね。 私、最近、ここ15年ぐらいだと思います。習慣として、あの、ホテル予約した時に、チェックインする時間ってよくわかりませんので、割と遅い時間にチェックインを予約で、あの、入れておきます。で、全部のホテルに、チェックインする前に電話をします。 で、何時ってチェックインするか書いたかどうかわかりませんけれども、今日楽天から入りました藤本で一泊いたしますって言うと、向こうは調べてお待ちしておりますってこうなるんですよね。それは私は不安で、まあ向こうも不安なのかもしれない。藤本を果たして来るんだろうかというね。あんまり遅いと不安になりますよね。 だけど私にしてみればもっと大きな不安で行ったところで努力していたところで「藤本さんの予約は入っていません」とかですね何かの手違いで「お部屋はございません」って言われたらえ「えこれからどうすんの?」ですよ。だから私は必ず自分の予約と部屋は電話で確認するようにしています。 皆さんが礼拝にいらっしゃるっていうのは私たちは生涯かけてこの永遠の命という最大の祝福やがて自分の人生は朝には花を捧げて咲かせているが夕べにはしおれて,れて枯れてしまうような人生であるよくわかっているんですよなぜなら風一つで私たちは寝込むからですね でそういう人生の中にあって、神を礼拝するっていうのは、私たちは確認しているようなもので、イエス様、私の部屋は今ありますよね。で礼拝に来ている者にイエス様はおっしゃるんですね。心を騒がすな。私を信じ。そして、今日一日、小さな重にそれを全うし、 来週一日一週間、それを全うし、私が用意してきたあなたの人生をたどり行く中、やがて私が用意してきたあなたの部屋へとたどり着く。もちろんのことながら、最後あなたの自由は聞かない。聞かない。でも私はいつでもあなたと共にいて、あなたを私の家へと連れ帰るという、 それが私たちの地上での礼拝であり、地上を生きるときの信仰なんですね。それが全部欠落していて、そして、いよいよっていうときに、この信仰に入ったとしても、果たして実感はどれほどかな、というふうに思います。ですから、ご家族の中で、 なかなか信じてくれない。なかなか宣伝に至らない。あそれはもう全然いいです。全然いいです。でもしつこくイエス・キリストのことは言っといた方がいいです。それで、あの、最後の最後になって、観念したかのように信仰に入ればいいんです。そうじゃなくて、最後の最後に初めて聞いたっていうのは、ちょっとその方には残念だと思います。 もっと早く聞かせていてくれればそう思うでしょうですから自分の信仰というのは親族の中友人の中にあって明確にしておくということはとっても大切なことだろうと思います。主の大いなる憐れみの中に石塚さんご夫妻が入れられたそしてその祝福は今教会を包んでいる。 大山さんと連続いたしましたけれども、主は連続して教会に励ましを与えてくださったということを心から感謝し、ご遺族のためにお祈りをしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今朝の礼拝、大山姉妹も共に預かっておられることと思います。あなたを信じておられ、ずっとあなたに忠実に生きてこられた方々です。 再会において、どれほどほっとして安堵して喜びのうちに、地上に残してきた者たちのために祈りを捧げていることでございましょう。死の問題だけではない。明日の問題において、新しい環境において、お友達との関係において、私たちが心を騒がす事柄はたくさんあります。 でもお母さんも娘もこの信仰に立つことができるように、イエス様あなたが先を行って私のために場所を備えていてくださる。それが茨の道かもしれない。でも茨の中に綺麗なラがたくさん咲いているという喜びを味わわせてください。母の日であります。親子ともに祈るような母、 娘、息子でありますように。子供はまだ十分に理解していないのかもしれません。それでも忠実に祈ることができるように、母親に力を授けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。